次、スモールデバイド、小さい割り算。 Remember last time、 昨夜思い出せ、前回思い出せ。 When I told you you didn't need to divide、 I told you you didn't need to divide。When I told you か。When I told you。俺がいつ割らなくていいって言った ?Well, now you get to。これからやるんだよ、みたいなこと言ってますね。計算すぎる。本当にこれは、計算かな。まあ、どんなものか見ていって、もし分かったら、すごいねっていう感じです。こうね、見た目の割に複雑です。For each two things in the box, how many times does the second fully fit into the first? え、どういうこと？何回2番目の数字が fit into the first? Fit ってなんだ？割り算の話なの？Don't worry about negative number divided by zero or remain. ああ、そういうことか。なるほどな。さっきは割り算をした余りを出力してましたけど、今回はどうやら何回割れたかっていう割り算の結果ですね。余りを無視した計算結果を出力しろっていう感じっぽいですね。Self improvement tips. This might be a good time to practice copying and paste from a previous assignment. あー、なるほど。じゃあちょっとそれに従ってちょっと前回のここん？これだっけ？これか。これからちょっと一回コピーしてペーストして、でちょっと改良しましょうか。ペースト、前回は割り算した余りを余りをアウトの方に出力しましたけど、今回は何回じゃないや、その割り算の結果を出力しなくてはいけません。これやっぱ1からやった方が分かりやすいな。そう、ここに0があるのでこれを使う感じですな。最初にどうしようかな、最初に0持ってこようか。コピーフロム9番から0をここに、ここじゃない、0に置いといて、でインボックスから取ってきたものをコピー2、2番、3番に置こうか。で、もう一回インボックスから取ってきて、2番、3番に置く。やってみましょうか。まずは9の値をコピーする。で、2つの数字を取ってきてコピーする。ここまでが前準備ですね。で、こっから 6÷2 をやっていきますが、6÷2 をやっていきますが、引き算をしながらカウンティングするのが、テオリーでしょう。なのでこっからちょっと複雑になってきたからラベルを使おう。これ日本語入るの？あ、自分で書くのこれ。あ、そういう感じ。なるほどね。こっから引き算パートです。割り算だけど引き算。コピー、今手持ちが3だから、
コピーフロム2番、2番の割られる数を取ってきて、そしています、きます、割る数を引きます。3番かな、どう？0を取ってきて、6と4を取ってきて、うん、で6から4を引く。はい、引けた。ここからどうすんの？ここで条件分岐かな。ここでネガティブ判定か、引き算だから。そうね、ここで引き算判定して、これがプラスだったら、プラスだったらバンバンプゼロ、でもう一回繰り返す。もう一回引く、だからこれでいいよね。ここでいいよね。ちょっとやってみよう。9割る2。で、引いた。ここで引いた、引けたっていうことなんですよね。引いてプラスになってます。で、カウントするためにここい、あ、それ持っちゃうの？うん、なるほど。それは持ってほしくないな。うん、なるほどね。なるほどね。待って。7ができたので、待って、これどうなってんだ？ネガティブプラスか。8行目で引き算して、9行目で判定して、プラスだから10行目に来てます。プラスだから10行目に来てる。先にここで保存するか。コピー2。ここで一回計算結果を5番に保存しときます。で、バンプして、で、バンプした後に計算結果をまた手に持ちます。コピーフロム5。5か。これでどうですか？次は6割る2。で、まず1回引いた、引けた、引けたのでカウントを入れる。で、計算結果を手に持った。で、ここでジャンプして2巡目に入ります。もう1回3番の値を、つまり A 割る B の B ですね。B の値を引きます。で、これがプラス、引けました。引けたので、保存してからカウントを入れる。うん、いいね。で、手に取って、で、また引き算する。ゼロか。割り切れたな。いや、いけるか。はいはい。3回引けましたっていう計算結果になりました。で、また繰り返して、4回目どうかっていうと、ここでマイナスになりました。いいね。マイナスになったということは、これ以上割れないということなので、このバンプした0番の3の値が答えになりますよ。で、その後処理をここに入れるわけよね。OK、OK。なので、0番の値をコピー、フロム0番か。0番の値を拾ってアウトボックスに入れて、で、最初に戻るかな。できました。完璧では。次は7割る4です。
答えは1。1回目の引き算は成功でカウントする。2回目の引き算はマイナス、失敗なので取って出力する。いいね、とってもいい。そして初期設定ですね。3つの数字を用意しておく。9÷3、これは3になります。9÷3 ができない子だから、こうやっていちいち走り回らなきゃならない子なんでしょうか。あまり有能には見えないな。はい、9÷3 で3になりますが、ここでマイナスになったので計算結果3を持って出力。完璧。ちょっとまだ 0÷3 があるけど、ちょっと待って、 3÷9 あるけど、これ大丈夫か。え、これは大丈夫なはず。はいはい、0よね。0÷3 どうな。0÷3は0か、0だ。引き算してマイナスだから、これ持って、あ、いいねいいね、 OKOK。 え、まだやんの。あ、いった OK。 1行多い。お、ぴったり。サイズチャレンジ難しいなぁ。ということで割り算成功です。次、3ソート。3つの値か。なるほど。